ということでね、このピアノを手軽に楽しむアプリってのがあるんですね。まあこのようにね、今アプリで手軽に身近にピアノの練習ができたり、その音色を楽しむことができるんですよね。まあ非常に音楽が身近になったということなんですよ。いやー、そうですね。私の幼い頃っていうのはピアノ教室に通ってる女の子や男の子って結構いたもんですけども、今はこうやって教室に通わなくても一人で自宅で音感を確かめたりとかね、音符を学習したりとかできる、非常に素晴らしい地盤だと思います。まあ、まっすーさんが言われてるようにね、楽譜をコンビニで入手できたりとか、なんかこれだけの教育環境を整ってると天才がたくさん生まれそうな気がするんですけども、どうですかね。やっぱりテクノロジー的に不自由だった中世の時代の方が有名なミュージシャンっていうのはたくさんね、生まれていたような気がします。不思議ですよね。世の中が進化すると人間個体的にはなかなか工夫しなくなるのかなっていうところもあるし、でもね、カラオケバトルみたいなのを見ると本当に普通の人が、普通の中高生がね、ああやってプロ顔負けの歌声を披露したりとか、いや、なかなか面白いですね。まあ、マッチュンさんもこれからも新しい情報あったらまた教えてください。それでは失礼します。